この時間は北浜博士のデリバティブ教室のコーナーです。今月も大阪取引所金融リテラシーサポート部荒木良平さんにお越しいただきました。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ちょっと1ヶ月以上ぶりで、まあ、連休入りましてね、はい、ちょっとあのいつも第一月曜日なんですが、ちょっと遅れての話になります。はい、まずは先月のデリバティブ市場の動向、はいはい、お願いいたします。先月、2019年4月の取引高概算ですが、前年比 9.3% 減の2362万単位となりました。足元ですね、5月に入ってからは相場の変動少し高まってきておりますが、先月4月はですね、内外ともにこう相場が比較的堅調だったことですとか、あるいは決算会見、それから10連休を控えてですね、比較的落ち着いた取引が続いていたという状況でございました。はい、ありがとうございます。はい、それでは今月のですね、はい、トピックス、はい、何でしょうか。はい、今月はですね、先物オプション市場における DCB 即時約定可能値幅という制度について、DCB、はい、まあ、要するにあの現物株式の特別気配に近いというふうに思っていただければと思います。はいはい、早速スライドをご覧いただければと思います。よくあるご質問といたしまして、お客様からですね、まあ、株式と同じように先物オプションにも特別気配あるんですか、とお問い合わせいただくことがよくございます。株式市場ではね、特別気配ありますから、はい、そうですね、はい、ご存知の方も多いかと思いますが、スライドの中ほどの例で、少しおさらいしたいと思います。まずこの株式では朝の寄り付き時、前日の終値100円に対して107円の売り差し値と買い差し値にそれぞれ5単位の注文が出ている状況です。はいはい、なので107円でこう売りと買いが合致している状況でございますね。ただ株式の場合ですね、価格水準によって更新値幅というのが決められております。 ありますね、なので直前の値段から更新値幅を超えた水準でこう売買を成立するような場合にはですね、瞬時に売買を成立させずに、一旦更新値幅で特別気配を表示する制度となっています。なるほど。なのでこちらの例でもですね、100円の基準値段に対して更新値幅、100円の場合は5円ですので、105円に一旦買い特別気配を売って、まあ、取引がスタートするというような形になります。まあ、いわゆる値段が離れたところで取引が成立する場合は一旦気配を表示すると。そうですね、それが特別気配。なのでこう一定時間こう表示することで、その間にですね、反対の注文、この場合でいうと売りの注文というのを呼び込むこともできますし、またですね、もしこの注文が仮に誤発注ですね、誤った注文である場合は取り消すための時間的な猶予と呼ばれています。まあ、こうしたですね、株式の特別気配に相当する制度として、先物オプション市場には即時約定可能値幅、まあ、DCB という制度がございます。次のですね、スライド以降で詳しく見ていきたいと思います。はい、まあ、内容なんですが、こちらで簡単にまとめさせていただきました。まず制度の内容といたしましては、直前の値段から一定の値幅、これ DCB 値幅というんですが、DC 値幅を超える約定が発生するような注文が出された場合には、取引の一時中断を行う制度となっています。なるほど。で、中断時間なんですが、最低30秒、30秒で、もしですね、それ以上、まあ、値段が離れているような場合には30秒ごとにこう延長されるというような、そうですね、イメージです。でなおですね、指数オプションに関しては15秒になっています。まあ、こうした制度を導入している背景なんですけども、例えば先ほど申しましたような誤発注、値段を間違えて発注したことにより、一定の値幅以上にこう離れて取引されるような恐れがある場合に、取引を一時中断して、まあ、時間的な猶予を設けまして、価格の急変を、まあ、結果的に防止するというようなことがあります。これあのなぜ先物オプションでは特別気配ではなく DCB というのが採用されてるんですか。はい、実はですね、あの先物オプション市場でももともとは特別気配を採用しておりました。ただですね、2011年に私どもの方で海外製のシステムを新しくこう導入したんですが、実はこう特別気配というのが日本独自の仕組みですので、まあ、当然対応されていませんでした。まあ、ただですね、価格急変の防止という意味では、まあ、きめ細かいと申しますか、特別気配にも非常にこういい部分もございますので、それに相当するものとして、まあ、海外にあった DCB という制度を導入したというような経緯でございます。そうすると一定の値幅以上に離れた場合に適用されるとのことなんですね。はい、DCB 値幅はですね、こちら商品ごとに定められております。例えば日経225先物、あるいはトピックス先物、
こういったまあ指数先物の場合は、うん、現在の値段等から上下 0.8% となっています。はいはい、またですね、日経225オプションの場合には上下10ティック、うん、オプションの価格水準によってこう値段の刻みというのは異なるんですけども、うんうんうん、まあ、要するに10刻み分で適用されるということになります。うんうん、まあ、なおですね、ご参考までに株式の特別の気配の更新は、これはですね、まあ、値段によって変わってくるんですが、おおむね 2% 前後で設定されているというような状況でございます。これはよくね、買い買い、売り買い、ね、こういう値幅で入ってきます。はい、この DCB が適用される場合のイメージはどんな感じなのか。はい、こちらですね、はい、日経225先物を例に、まあ、取り上げました。はい、まず左の注文板から見ていただければと思いますが、うん、現在値が2万2000円に対して上下 0.8%、うん、まあ、上は2万2170円から、下は830円まで DCB 値幅が設定されている状況です。うん、グレーの訂正の部分ですね。はい、で、こういった状況の中でですね、DCB の値幅の下限よりも低い1万2750円に50単位の売りの注文が発注されましたと。一文字の50単位の部分ですね。うんうん、で、一方ですね、買いの反対注文としては、うん、2万2000円に15単位、うん、それから2万1830円に30単位がありますので、うん、これいずれも DCB 値幅内なので、まずこれは即時に約定をいたします。うん、でその後ですね、15単位と30単位で合わせて45単位約定したということなので、うん、5単位余っております。うん、でそれは当然この5単位の注文は2万1750円の買いの10単位とこう約定するということになるんですが、うん、2万1750円は DCB 値幅買いということで、うん、この時点で即時には約定せず一旦 DCB が発動するということになります。うん、でその後ですね、 DCB 発動いたしまして、中ほどの注文板ご覧いただければ、うん、真ん中になる、ね、そうですね、はい、DCB 発動によって30秒間中断が行われます。うん、でまたこの時点で、今の時点で2万1830円までは約定してますので、うんうん、この時点でこう基準値段が830円に変わってきます。したがってですね、DCB 値幅も下方向にこう拡大をされるというようなイメージです。したがってですね、 DCB 解除後は値幅外となりまして、2万1750円で約定が成立、取引が成立するということになります。もしご発注であれば、この中断時間中に取り消すこともできると。おっしゃる通りですね。はい、こういうことですね。はい、うん、その他何か留意することはありますか。はい、DCB に関しましては、うん、寄り付きなど板寄せの売買の際には適用というのは基本的にされません。なるほど。はいはい、したがってですね、板寄せに関しては即時に取引が成立します。うんうんうん、まあ、ただしですね、立ち合い終了時に行われる板寄せの売買については、うん、DCB 値幅を超える場合、そもそも取引は成立しないという制度にしております。うん、はい、まあ、株式においても終わり値が大きくこう乖離するような場合というのは、うん、値段がつかずにこうザラバ引きするようなケースあるかと思いますが、で先物でも同じようにザラバ引きをするということになります。うんうん、まあ、スライドではですね、一例として今年1月29日の、うん、マザーズ先物の例を取り上げました。うん、まあ、この日ですね、バイオ銘柄のまあ、開示をきっかけに、マザー先物が15時以降大きく急落いたしました。うん、まあ、非常にこう相場が荒れてたということなんですが、うんうん、15時15分の終わり値というのが 0.8% の DCB 値幅外となりまして、うん、取引が成立しませんでした。あ、それでザラバ引きになるんですね。はい、そうですね。うん、で右側にこう、うん、歩み値書いておりますが、したがってこの日の終わり値は直前の15時9分のザラバでつけた911ポイントが最後の終わり値ということになります。通常であれば引け間際に 0.8% 動くことは珍しい。そうですね、珍しいとは思います。ただですね、このようにまあ相場が大きく変動したような場合には、まあ、このようにマザーズ先物ですとか、あるいはもっと流動性の高い日経225ミニなんかでも過去 何度かですね、値段がつかなかったケースはあったように記憶しています。はいはい、最後にですね、よくこう混同されるサーキットブレーカーとの違いについて少しご紹介をしたいと思います。はいはい、スライドの表では2つの制度を比較しております。まず趣旨なんですが、 DCB についてはご発注による価格急変の防止がまあ趣旨になっている一方で、サーキットブレーカーに関しましては投資家の過熱感を鎮めて冷静な判断の機会を提供すると
ということに主眼が置かれております。これ結構時間長いですもんね。そうですね、うん、そういう通りです、はい、でまたですね DCB に比べてサーキットブレーカーはこう逃げ幅もかなり広くなっています、うんはいはい、でおっしゃるようにあの中断時間も10分ということで非常に長くなっています。なので日経平均でですね、まあ、0.8% はともかくですね 8% 動くことはめったにないかと思います。大きいですよこれ、はい、そもそもサーキットブレーカーですね市場がこう大きく変動した際に市場全体を冷ますような役割があります、うんうん、なので DCB はもちろんこう誤発注が目、うん、あの防止が目的なのでその銘柄だけが対象になっているんですが、うん、サーキットブレーカーでは同じ指数の先物オプション全銘柄が中断されます。あここも少し違うかと思います、うん、こうして見ると全く違う制度というのが分かるかと思います。でですね、最後にこうちょっと英語で、それぞれこう書いてあるんですがはい、はい、まず即時約定可能は DCB の方はダイナミックサーキットブレーカー、うん、でサーキットブレーカーの方は通常英語ではスタティックサーキットブレーカー、うん、静的な動的なっていう、そうなんですね、こう違いがあるわけですね。そうですね、で、うん、おそらくですねこうダイナミックと聞くと、うん、日本語の語感的にはなんかすごそうなこうイメージがあるのでですね、うん、皆さんこう即時約定ねばって DCB って聞くとなんかこうすごいサーキットブレーカーがかかったというようにこう思われる方もいるんですが実はこう見ていただくとどちらかというと、うん、通常のサーキットブレーカーうん、スタティックサーキットブレーカーの方がもう市場全体のこう大きな、動きに対するこう規制ということなので非常にこう大きな役割があるということなんですね、うん、なので少しこう互換に惑わされずにあくまでこう DCB は株式の特別気配に相当する制度だということでご認識いただければと思います、うんはい、これはやっぱりあのデリバティブやってらっしゃる方先物やってらっしゃる方なんかはこれ引っかかると少し、まあ、30秒間ぐらい待たなきゃいけない。そうですね。おっしゃるとおりです。いう格好ですし。で、やっぱりこう日経225の先物とか、うん、あるいはミニだと結構板も詰まってるので、うんまあ、DCB かかることもそうそうないんですけど、うんうん、例えば先の現月の板が薄かったりですね、あるいはオプションですね、オプションの場合はこう権利行使かかることにたくさん銘柄がございますから、うんはいはい、やはりこうあのかかる頻度というのは高くなってるかと思います。うん、はい、ありがとうございました。はいこのコーナーはですね、いつも毎月やっておりますが、はい、YouTube でもあの過去分がね、はい、乗っかっておりますので、はい、ぜひご覧になっていただければというふうに思います、はいはい、今日どうもありがとうございました。ありがとうございました。北浜博士のデリバティブ教室、大阪取引所金融リテラシーサポート部の荒木良平さんに今日もお話いただきました、はい、改めてありがとうございました。